はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、魔族になっちゃいました。第5章に入った証拠ですね。第5章をやってます。で、ついにレベルが、126、マックスまで上がりました。ついに上がりましたね。で、かかった時間が、3週間ですね。3週間の、172時間です。172時間で、レベルマックスにすることができました。なかなか早かったんじゃない?まあまあ、すごい楽しんでやってたんで、急いでやったわけではないんだけども、楽しんであげることができましたね。バンバン上がるよ、レベル。全然ね、先に行ってる人たちには追いつかないんだろうなぁと思いきや、レベルはね、全然追いつく。で、装備も、いけるよ。装備も、なんか無理ゲーではないなっていう風に思ってます。まあまあ、一番いいやつを選ぼうと思うならね、難しいかもしんないだけども、まあそこそこ強いっていうやつだったら、全然今からでも追いつける。まだまだこれ全然追いつけるよ。そう思ったね。で、126になって、特訓モードにしてもいいかなと思ったんですけども、あのね、もう一職、育てたいなと思ったんですよ。まだね、5章最初の方なので、5章、6章とクリアしていくうちに、おそらくね、レベルもね、マックス近くまで上がりそうなんだよね。なので、何かにやりたい。どれにするかっていうのね、今すごく悩んでます。まあ、バトルマスターなので、防具を共有できる武闘家、そして魔物使いと遊び人じゃないや、踊り子だね。この3色はいいかなとも思うんですけども、まあ、全部同じようなアタッカーかと思うので、ちょっと違うやつがいいかなとも思います。まあ、この3色の中だったら、踊り子が、まあ支援ができるので面白そうかなと思うので、まあ踊り子かなと思いました。で、あと俺の中での候補がデスマスターと魔剣士ですね。とりあえずこの3色でどれかにしようかなと思ってます。踊り子、デスマスター、魔剣士だね。どれがおすすめなんですかね。でも実際ね、自分で、仲間を雇って使ってみると、デスマスター面白そうなんだよな。召喚してさ、で、ヒーラーみたいなことも自分でできるし、楽しそうなんだよね。でも、魔剣士もさ、攻撃力もあるし、耐久力もあるっていうので、良さそうですよね。でも、闇属性にはすごく弱いんだよね。まあそういう弱点はあるけども、魔剣士も、面白そう。戦士よりも魔剣士かなと思うんですよね。とりあえず、この3つで悩んでます。踊り子、デスマスター、魔剣士ですね。まあ皆さんのおすすめは何でしょうか?まあこれ以外でもいいんですけども、まあとにかくこの3つで悩んでますね。まあ天地雷鳴士もいいかなとも思うんですけども、それよりもデスマスターかな。どうだろう。はい、皆さんのおすすめをぜひ教えてください。はい、ということで今日はですね、3週間の成果でレベル126まで上がったということです。もう5章になりましたので、レベル上げをする場所がまたいくつか美味しいところが出てきてますよね。これからは早いと思う。まあ最終的には全職レベルマックス目指してやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。